ライアン・ホワイト、ライアン・ホワイトは、インディアナ州高校の人物である。フルネームは、ライアン・ウェーン・ホワイトという。HIV、エイズの感染のために、学校から追放され、その後、ポスター・チャイルドとなり、エイズに関する広報活動に幅広く携わった。ホワイトは、血友病患者として、血液製剤の輸血治療を受けていたが、 13歳の時に汚染血液製剤からエイズに感染した。1984年の診断時には余命6ヶ月と告げられたが、その後5年間生き延びた。医師には他の生徒に危険はないと言われたが、当時 HIV、エイズはほとんど理解されていない病気であったため、高校もの多くの教師と両親は復学を認めず、 生徒たちは彼に厳しい偏見の目を向け続けた。最終的に、ホワイトの家族は、同じインディアナ州のシセロへ移転せざるを得なくなった。シセロの学校の教師や生徒たちはエイズに関する教育を受けていたため、彼は、以前よりも良い環境で学業に専念できたという。このことは、長い法廷闘争の中で大きく報道された。この間、ホワイトは、 多くのメディアに登場し、エイズに関する広報活動の分野で多大な貢献をした。彼は、多数のテレビ番組出演やエイズ教育のための講演会を行い、各界の多くの著名人たちと幅広い交流を得た。とりわけ親しい友人となったのは、音楽家のエルトン・ジョンとマイケル・ジャクソン、テレビ番組司会者のフィルド・ナヒューなどであった。エイズの診断を受けてから5年後、 ホワイトは1990年4月8日に18歳、4ヶ月で亡くなった。彼の葬儀は、インディアナ州で行われた、最大規模の葬儀と呼ばれたという。彼の臨重にも立ち会ったエルトン・ジョインが、葬儀の司会を務め、当時の大統領夫人であったバーバラ・ブッシュや、生前の親しい友人たちが、多数参列した。死後、ライアン・ホワイト家アクトが施行された。 エルトン・ジョンは、ホワイトの追悼曲として、ザ・ラスト・ソングを作曲し、エルトン・ジョン・エイズ財団を設立した。マイケル・ジャクソンは、ゴーン・トゥースーンを発表し、1992年に出版した、辞書、ダンシング・ザ・ドリームにも、ライアン・ホワイトという大の詩を書き残している。ありがとうございます。